皆さんこんにちは。シエナウィンドオーケストラホルン奏者の林郁弘です。今私が持っている楽器はですね、いろいろなところが、まあ、おすすめなんですが、まず持った時にこの小指のフックですね、これがまあ、人によって手の大きさが違うので、まあ、可動式ということで自分の手のサイズに合った位置に持ってこれること、でこれがやっぱり一番の、持った感触というのがやっぱり楽器大事だと思いますので、そこはすごくおすすめのポイントだと思います。まあ、あとは全体的に作りがすごくしっかりしているので、耐久性なんかもものすごくある作りになっています。楽器はどうしても手で持っている部分がすり減ってしまうので、この楽器はですね、このマウスパイプの部分にこの当て金がついていて、ここどうしても手が当たりますので、この摩耗を、防ぐことができます。こちらのベル胴の部分にも当て金がついておりますので、こちらもですね、手を持って持った時に、すり減らないようになっております。このモデルはマウスパイプがアメリカンシャンクという、シャンクの種類になっております。で、付属でバックの7番というマウスピースが付いているんですが、このマウスピースはV カップで、なっているので、非常に、柔らかい音色が出たりとかということも可能です。で、まあ、音色というのは、まあ、柔らかいだけではなくて、曲によって明るい音色が求められたりとか、暗い音色が求められる場合もあります。音量に関しても、ピアノからフォルテまでまんべんなくいろいろなダイナミックスレンジで演奏することが可能です。吹奏楽ではいろいろなジャンルの音楽を演奏すると思います。まあ、クラシカルなものはもちろん、オリジナルの作品、ラテン、ポップス、ジャズ、いろいろな音楽のジャンルを演奏する機会があると思います。で、この楽器はそういうものに全て対応できると思います。まあ、音色もいろいろなものが出せますので、いろいろなジャンルの音楽に対応することができる楽器だと思います。で、まあ、吹奏楽の場合だと、まあ、ホルンは大体4人で1パートを形成していますが、この中でも、音が潜ることもなく、でかといって飛び抜けすぎることもなく、まんべんなく聞こえるような楽器になってくると思います。金管楽器はもちろんのこと、木管楽器とも音色が大変合わせやすいです。この楽器が出す音色は合奏はもちろんのこと、ホルンは木管アンサンブルや金管アンサンブルでも使われます。で、音色の変化がつけやすいので、まあ、木管アンサンブルでも金管アンサンブルでも音がブレンドしやすく、アンサンブルに効果を発揮します。この楽器はフルダブルの楽器としては大変コストパフォーマンスに優れています。初心者から経験者の方まで長くお使いいただけるモデルです。この楽器はとても素晴らしい楽器なので、ぜひ皆さんお店に足を運んで実際に吹いてみてください。私も何かの演奏会で使ってみたいと思っています。